今回はですね、恒例の筑波コース線で、コンパクトスポーティーなモデルを集めてね、走らせてみました。今日の結果はですね、タイムでいうとやっぱり輸入車が圧倒的に速くて、特に、クワトロですね、これは唯一の四輪駆動車なんで、しかも2リッターターボでパワーも排気量も一番大きい車が当然やっぱり速くて44秒1っていうタイムで、それに対してアバルトのビポストがこれ 1.4 リッターターボでね、排気量は全然小さいんですけども、非常にチューニング高度なチューニングがされててかなり本格的です。ターボのブーストコントロールからそれからサスペンションブレーキ至るところにね、軽量化も含めてチューニングが進んでて、もう排気音だけでも聞く価値があるぐらいな、この排気音をぜひ皆さんにお聞かせしたくて、今回動画も撮ってね、雑誌のレポートだけではわからないような走りを見ていただきたいと思って持ってきたんですけども、もうクワトロに肉薄するタイム FF なんですけども出すことができて、しかも非常にタイムはコンスタントで安定してたっていうのがね、分かりました。でミニクーパーの JCW だけトランスミッションが AT なので、その辺の自由度がちょっと少ないんですけども、やっぱり2リッターターボでパワーがあるのでね、タイムは簡単にこう出てくるというところが分かりました。一方国産の方はね、ベースモデルチューニングカーと揃えてみたんですけども、やっぱりノンターボということで、パワー感が今一つ足らない、それからやっぱりトランスミッションとかエンジンのマウントブッシュとか、目に見えないところのチューニングっていうのはまだまだこれからなので、あくまでベース車両というふうに考えてね、ここからさらにチューニングしたモデル、こうしたヨーロッパの車に追いつき追い越せるようなね、車が、チューニングブランドとして出てくるといいなと思うんですよね。でコース線では前回軽自動車を走らせて、S660 が45秒台っていうタイムを出してるんで、それに勝ってる車、それにも勝てない車いろいろあるので、やっぱりこちらもね、これからいろんな企画でいろんな車を走らせて、コース線オブザイヤーなんていうのをウェーブカートップでもできたらいいかななんて思ってます。